皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらにある花材の花で、花束を作っていきます。割と少ない花材の花束なので、皆さんでも簡単にできると思いますので、ぜひね、真似をしてみてください。これはスパイラルなんかの勉強にもなりますし、あとはそうだな、花の持っていき方というか、この配置の勉強にもなると思います。ではですね、こちらの飾りで花束を作っていきましょう。では早速始めます。まずこれユリですね。それからこれがスターチースの種類で、ハイブリッドチースになります。でこういうスプレー咲きのものはある程度の長さをのある枝を切り分けていきます。で花束は、前回前の動画でも話してますけれども、左手片手が塞がっちゃうんですよ、どうしても。ですから先にこうやるべき作業をみんなやって組むだけにしておいて、それから始めるのが一番こうスマートで綺麗で、賢い感じで花束が作れます。でこれドラセナも1枚ずつこうやってもう今切り分けてあります。あとこれスプレー咲きのトルコキキョウですけど、これも葉っぱを取ってこう切り分けておきましょう。今回ある程度こう短めのブーケを作るので、少しこうこのぐらいの長さね、このぐらいの長さに飾りを満たしてしまいます。でその時に、まあ、こういうね微妙な感じで二股に分かれてる飾りがあるんですけれども、こういう飾りはなんかこのまんま使いたくなる気持ちもよくわかるんですけれど、これは一応ね切り分けておきましょう。これは後々絶対に失敗するものです。こういうヒペリカムなんかも葉っぱを、不要な葉っぱはみんな先に取っておきましょう。それではまず最初にこちらのドラセナの葉っぱをこのように丸めてホチキスで留めます。こういうパーツをいくつも作っていきます。っていうか、今回は5、6枚こういう葉っぱを作ってください。はい、ここからは手元アップでいきましょう。まずこうユリを持ちますね。でユリのこの間にこう少しね、ドラセナを丸めたものをこう入れて、この状態からスタートしていきましょう。そしてこの間ですね、間にこうトルコキキョウのグリーンをこう入れていきます。反対側からも見えますかね、こう入れて、今真ん中にこうトルコが詰まった感じになってますけど入れていきます。このような状態ですね。そしたらまたドラセナの赤をねこう入れて、次にこうヒペリカムのピンクですね、これをこう間に入れます。ただこの時にヒペリカムは割とこうこの中ではね茎がこう硬い植物なので、それによって他の花材が押されないようにね、押して中の方に入り込まないように注意してください。そしたら今度またそこにグリーンのトルコを入れます。でここらでこうリモニウムをね少し入れていきましょう。
この作業を続けていきます。そしたらここでもう一本のね指をここで入れます。こういう感じですね。そして今度はその指をホールドするようにドラセナマークを入れていきます。そしてまたグリーンのトルクを間に入れます。でここはポイントだってところにこのヒペリカムのピンクを入れていきましょう。でトルコの、ね、脇とかにがっつり入れていくと、今ここトルコの脇には入ってないですよね。がっつり入れていくとトルコが潰されちゃうんで、そういう入れ場所にはちょっと注意しましょうね。で今度またドラスナを入れます。この作業を続けていきます。はい、こちらである程度の結束ができました。そしたら下の部分を器に入れる長さで切り揃えて、そして結束をします。はい、こちらでブーケが完成しました。いかがでしょうか。こういう状態ですね。なかなか可愛いでしょ。ちょっと小ぶりのブーケですけど、なかなかねこう可愛くできてると思います。やっぱりねブーケもこのね凹凸が大事なんですね。こう頭揃えてべったり作っていく外人さんとかもいますけど、まあ比較的あれはね実は簡単にブーケできちゃうんですけど、でもねやっぱりこう凹凸がないと本当に綺麗とは言えないですよね。ですからしっかりとねこうアップダウンをつけて綺麗にね制作していきましょう。では今日はこちらのブーケこちらで完成にしたいと思います。では最後にこちらを器に入れて撮ってみましょう。はい、こちらのブーケはいかがだったでしょうか。結構ね手軽に、そして綺麗に、ブーケを作ることができます。途中でねこう凹凸のない花束はダメと言いましたが、特にうちのスクールではね、この凹凸のない花束は NG としています。なぜならやっぱりこうアップダウンが出て初めてね花束も綺麗にこう見えるんですね。特にこうなんだろうな、こう高低差とかうまくつけられるのって日本人特有のバランス感覚かもしれないので、ぜひねそれは日本人として習得してください。ものすごいやっぱりねアップダウンがないとべったりな花束になっちゃうんで、これアレンジの時も再三注意はしてるんですけれども、それだけは避けるようにしてください。ではまたね次回お会いしましょう。 See you next time!